あの子の滴たりは、角田京也監督の日本映画。ピンク映画を R15 版として再編集した o Pictures ェス2019の一編として2019年8月25日に一般公開されたが2019年のラインナップ中、唯一フェス期間中にピンク映画イコール R18 版が未公開であった作品である。ジャンルはホラー。 数々の映画で助監督を務めてきた角田京也発の長編映画にして商業映画作品。もともとは自主映画を撮りたいと坂木秀夫に相談したところ、キャリアを考え商業映画を進め、脚本を o p 映画に持ち込み制作が進んだ。公開時点で R18 番は制作、公開されていないがタイトルのみ、インビダン、あの子の滴たりと発表がされていた。 2019年10月18日、上野大倉劇場で R18 番が公開。なお劇中タイトルでは、死の部分のみが赤い文字で書かれており、下たりと下たりのダブルミーニングとなっている。また、大倉海岸を引き継ぐ意欲作ともレビューされた。映画倫理機構にて審査された際には、式場例彼女の下たりとなっており、スカパン、や日本に映画専門チャンネル等では、 同タイトルで放送されている。2021年8月4日、スターボードより DVD 化。格安物件のアパートに引っ越した、大学生のカイトは友人たちとの談笑の中で、その物件がかつて殺人事件が起きた、事故物件だと知る。気にせず自宅で時間を潰しているカイトであったが、目の前に、突然、美しい女性が現れる。成り行きでその女性と行為に及ぶカイトだったが、 カイトの姿は大学から消えてしまう。友人たちは体調不良かと心配し自宅アパートを訪ねるのだが一人でセックスをしているという見てはいけない光景を目にしてしまうのだった。ありがとうございます。